どうも、あきです。プロスペースやっていきましょう。今回はこちらの戦力強化スカウトを最大追加で60連引いていきたいと思います。はい、と言いますのも、昨日この戦力強化スカウト最初の30連を引いたところ、狙いのバンデンハーク投手は出すことができたんですが、今ですね、ずっとリーグオーダーで巨人のマイコラス投手を使っておりまして、極みではあるんですが、ちょっとこのシリーズのマイコラス投手だけ能力がね、下がっちゃっていたんですよね。はい、球威が72、制球が75、スタミナが75という能力だったんですが、今年またね、能力を、上げて、マイコラス投手が復活してきたので、ここはぜひ狙っておきたいなというところなんですよね。はい。このシリーズになりまして、スピリッツも100上がって、特殊能力も1つ追加されているっていうのもあるので、ちょっとこの戦力強化スカウトであれば、追加で回したいというところですね。はい。ドラフトスカウトとか、そうですね、グレードアップでも多分引かないと思うんですけど、この戦力強化スカウトは、S ランクが出たら、自チーム新選手確率 30% なので、S ランクさえ、とりあえず出せれば、結構な可能性があると。そして6回目、9回目に S ランク新選手1人確定っていうのがあるので、ここは攻めてもいいのかなというところですね。はい、もしマイコラス外して、このバンデンハークが出た場合にも、あと1回、上限解放したいっていうのもあるので、これはちょっとあと60連だけね、はい、最大引こうかなと思います。ということでですね、最大60連でもうマイコラスが出たらそこでやめたいなと思います。なので最小で10連の可能性もありますね。はい、他の先発投手を改めて確認しておきますと、日ハム加藤、ソフトバンクバンデンハーク、で、ロッテ唐川、西武野上、楽天美馬、で、オリックス西、カープが岡田、ジャイアンツがマイコラス、DNA がウィーランド、タイガースが能見、ヤクルトが石川、で、中日が鈴木ということで、どこか一つの球団に絞って狙っているっていう場合以外は、要はですね、純正チーム作ってない場合は、ここかなと。プラス西ぐらいかなというところなので、はい。いや、マイコラスぜひ狙いましょう。もう1年半ぐらいずっと極みで、先発枠の一角を担ってくれたので、ここはね、引き続き頑張ってもらいたいと。ぜひ継承してですね、頑張ってもらいたいというところですね。はい。昨日、S ランク選択契約書でマイコラスを選ぶのもなしではないかというぐらいの話をしてたんで、おっ来たよ !30%、30%! 最大60連って言って10連で終わる可能性すらある。これは。いや、ほんと 30% もう引ければいいんだよ。はい。これが戦力強化スカウトの旨味ですね。頼む頼むマジで頼む !30% 引いて終わろう終わろう終わろうおわえ自分で言っといて驚いたわ。終わったわ。皆さん、これが戦力強化スカウトでございます。はい。ということで、本当に狙いの選手がね、いる場合は、ぜひとも引いておいた方がいいんじゃないかなと思います。いやー、これはアキさん、神引きですね、と。プロスピはね、大爆死の方がだいぶ多いんで、これは神引きだったよっていう方は、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。あと2日3日ぐらいでね、チャンネル登録&高評価してくれた方の中から、iTunes コードもしくは Google プレイコード1万円分をプレゼントする、抽選も行いますので、はい。11月1日に出した動画の、一番最初に出した動画の概要欄で発表しておりますので、ぜひ皆さん自分もガチャ引きたいよっていう方はね、高評価やチャンネル登録よろしくお願いいたします。とはいえども、言うて60連目、90連目で確定部分あるから、そこで 30% と思っていたんですが、これはちょっと驚いた。はい。はい、というわけで、マイコラス、継承です、これで。OK! ということで、選択契約書マイコラスはこれでなくなりましたね。はい。というわけで、選択契約書悩んでいるのは、このリーグオーダーだけ、今のこの現状のリーグオーダー、変えますか。現状のリーグオーダーではなくですね、将来的にこういうのになるよと。OK。こうなるのの、ここもだからこれで継承できて、マイコラスとマイコラスですね。はい。OK。こうなりますと。で、A ランクのところはもちろん S ランクに変わって、これでチームスピリッツ6万とちょっとぐらいになるかなというところです。はい。で、なので、これ現状で見ると、この坂本は2017シリーズ1なんですよ。なので、もちろんここ、スピリッツ、特殊能力も増えるし、変えてあげるもよし。もしくはロペス、スピリッツは変わらないけど、ミートが1個、あと上がってくれればミートパワー永遠になるという能力になるロペス。まあ特殊能力も追加されるんで、それをもちろん狙うもあり。なんですが、まああとは、ずっと言ってた角中選手なんですが、まあ結局ですね、その角中選手にしようかななんても思っております。はい。というのもですね、角中選手手に入れてあげると、現状でもう限界突破4回できるので、まあこの楊大寛選手の代わりに、まあ角中選手を、例えば入れましたと。はい。これ、まあ、4回限界突破できていれば2500以上におそらくなりますね。はい、スピリッツが。なので、楊大寛よりも今、角中が入った方が強くなっておりますと。で、ジャイアンツに関しては坂本とか菅野がいるんで、12球団は問題なし。で、楊大寛の枠はもう完全に自由枠だったので、まあ、柳田の守備固めぐらいの感覚で入れていたので、まあ、全然他の角中選手とかで OK ですと。はい。で、角中選手は一応外野全部守れるんで、まあ、サブに置いておいて外野の要因にはなるかなというところです。このシリーズの角中は守れるけど、あのシリーズ守れるか。まあでも大丈夫だ。結局大谷もベンチにいたりするんで、まあ外野の、あれは問題ないですね。はい。で、むしろあれだな、これ、二遊間のベンチ枠がいないな。まあそこは、また今後ね、狙っていければいいなというところです。はい。一旦置いときましょう。で、角中を入れてあげたことによって、まあこれでスピリッツ50ぐらい上がってますと。まあただ50だけ上がるんだったら坂本を引いたりした方がスピリッツの上がり幅はいいのであれなんですけど、要はこれでロッテ枠に空きができたことによってですね、一つこの内投手を他に変えられると、今このこのままいくとですね、広島のジャクソン投手なんかは結構僕強めで持っているんですが、それがねベンチ外になる予定だったんですよ。はい、ほらこれジャクソンで150、要は200ぐらいで角中のまた A ランク引けてですね、そこの限界突破もできれば250ぐらい、スピリッツが結局上がるという形になるんで、これなんだかんだ考えて、角中でやっぱいいんじゃないかなと。まあ昨日の段階でこれで内投手、まあ無理してのける必要はなくなったんで、角中じゃなくていいななんていう話してたんですけど、結局これこうやって角中がいいんじゃないかななんて思ったんですよ。はい。どうでしょう。ちょっと皆さんの意見もね、もしなんか他にめっちゃこのリーグオーダーに合うよっていう選手とかいればね、ぜひコメントいただきたいんですが、おそらく僕が全部眺めた感じだと、もうこれがね、ベストな上がり幅になるかなと思いましたので、角中でいいかななんて思うんですよね。はい。てか角中選手自体実際強いですしね。はい。で、これでオーダーメモガチに保存。まあこれが全部 S ランクに変わったやつが将来的なリーグオーダーになるかなと今思っております。で、ただ、こうして、ここがベンチ何かしら変わるかもしれないです。はい。それはありますね。ちょっと松井選手もしかしたら、アウトするかも。スピリッツ200上がるし、みたいな。まあ、そこはちょっとコンボとの兼ね合いです。ミートパワーの数とか、まあ、ちょっと、まあ、その辺をまた、詳しく、ちゃんと作った時にお話ししたいなと思っておりますので、まあ、一度それは忘れましょう。はい。大谷ベンチつうのももったいないですからね。というところです。はい。いや、なので結構この角中選手、Aランクも今育ててますし、っていうのが明日の候補になってくるのかなと。まあ明日ね、行こうと思うんですが、というのも、まだちょっと処分したいガチャ券というかゴールド契約書を回収しておきたいものもあったりするので、まあそれを回収してですね、で、まあ今日中になんとか回収して明日動画を撮って、出して、で、そこのゴールド契約書でもしかしたらこの角中選手、引けるかもしれないんで、その場合はね、角中やめて、まあ、坂本かな。そうですね、ロペスはやっぱ、ベストナインタイトルホルダーで狙うともうミートパワー両方永遠になってると思うんで、ロペスはそこで狙おう。はい。ということで、明日角中が、もしゴールド契約書とかから出るかもしれないんで、出たら、角中。はい。やめて、坂本。出なかったら、角中という形でいこうかなと思います。はい。外野、3つ守れるし、さっきは、レフトだけだったよな、C。オッケー、センター、ライトも C だ。よっしゃ。じゃあ、角中めっちゃ使いやすいじゃん。でも、これは角中欲しくなるな。で、これはなんか最後、ポジティブな、角中選手に対する、ポジティブな要因が生まれましたね。はい。いや、というわけで、よし、これでね、まあ、アニバーサリーからの流れで、アニバーサリー、そしてなんといってもバンデンハーク投手が引けた流れで、本当に僕がね、理想としていたリーグオーダーが組めるんで、全力でちょっとまた育成やっていきたいなと思います。いや、2周年からですね、かなりプロスピ熱が高くて、最近プロスピがかなり面白かったんですが、ようやくね、この熱が一回完成するかなとそして引き続きね、いい熱を持ってプロスペースやっていけるかなと思いますので、プロスペースの動画今後も楽しみだよという方はぜひチャンネル登録と高評価。この2つがですね、このチャンネルのプロスペースの動画の本数に関わってきますので、最近ね、プロスペース楽しいよと。再生数もね、すごいいいので、プロスペース毎日更新できてるので、プロスペース楽しいよっていう方はぜひ高評価とチャンネル登録をお忘れなくよろしくお願いいたします。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。また明日の動画でお会いいたしましょう。アディオス。